お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、まあ、動画見ていただけですね、イーグルがね、ありますでしょう。で、イーグルございまして、今ね、ちょっとね、楽しみ持ってビーズ入れてるんですよ。で、まあ、ビーズ入れてるんですけど、アンティークの、ね、ビーズです。アンティークのビーズですか。イタリアの方ですかね。ベネチアのビーズだと思うんですけども、まあ、いろいろとね、いろいろ買っていくうちにですね、まあ、楽しんでつけて、ビーズを通して、見てるんですよ。通してるんですけども、で画面越しではね、明るく見えるでしょ。これちょっと別のビーズなんですけども、プラビーズみたいに見えますが、実はもっと暗いんです。暗い色なんですよ。赤でもね。まあ、その中でですね、今ビーズを組んでいって、ね、楽しんでるわけなんですけども、私ね、なかなかね、ネイティブ系の、ネイティブ、そう、インディアン、そうですね、のアクセサリーですね、アクセサリーや洋服もそうですが、なかなかね、そういった、買ってきてなかったんですよね。そう、そういう分野ではなかったので、なかなかね、ネイティブ系のものをですね、洋服もそうなんですが、そういったものも、なるべくね、どうしてもね、アメカジのバイカーよりっぽい感じでですね、そういったね、洋服、スタイルをしとれましたので、なかなかイーグルは使わなかったんですけども、まあ、ネイティブ系でね、アクセサリーと言われるものは。で、こうやってね、今楽しんでね、ビーズを組んでですね、無心になれるわけなんですよ。ね。ね。で、まあね、今はですね、イーグルはほとんどもう、鹿紐の黒色の、鹿紐ですか、ようなものをですね、で、だけでですね、使ってたんですけども、ちょっとビーズをですね、また入れてみようかなということでですね、組み合わせと言いましょうか、何かしらね、こういう風な形でですね、動画も上げつつ、なおかつこのビーズを通してですね、遊んでるわけなんですよ。もうこういったところがですね、本当に面白い。もう無心になれると言いましょうか。で、私はビーズ組むのはもうものすごい苦手なんですよ。ビーズをね、組むのが。ものすごい苦手なんですよ。まあ、それでもですね、やっぱ黒紐だけでは物足りないという気持ちがですね、ありますので、で、今、楽しんで、楽しみ持ってですね、こうやってビーズを通しているわけなんですよ。ほんとに。ね。で、インディアンジュエリーと言いましょうか。私、最初の頃は雑誌ではですね、インディアンアクセサリーというふうな感じでですね、思ってたんですけども、インディアンの方がね、作ってるものに関してはインディアンジュエリーだということをですね、知りましたので、それまで全く知らなかったです。全くね、もう全く知らなかったです。本当に。本当に私は本当におバカです。まあね。で、今、イーグルはもう全く使わないのと、あとですね、現在、イーグルをですね、つけてる方で、街中出歩いてる方が、全くいませんので、ちょっとね、怖いところでもございますが、これね、つけていくわけなんですよ、街中。いないでしょ?どうですかね?
だから私のところでちょっとイーグルつけてる方 で、街中ね、つけてる方いらっしゃいませんので、逆にですね、私がですね、まあ、つけて、お外に出るといたしましょう。やっぱり恥ずかしい気持ちもあるんですよ。どうしてもね、どうしても、そういうことがね、あるわけなんですけども、ね。でもですね、ロフトマンかな、お店に行きましたら、まあね、ちょこっとアンティークなビーズにですね、トップになんかシルバーの、インディアンジュエリーですか、入れてですね、のを見ましてですね、そういったところもね、見ておりますので、さすがにイーグルとか、ね、ないんですけども、ね、今回はちょっとビーズを組みながらですね、アンティークなビーズを組みながらですね、何か語れたらいいなと思っております。で、今、イーグル映ってるものはですね、名前がね、ちょっともう忘れちゃいました。本当にね、もうそういうとこがね、私ね、全くダメなんですよ、本当に。本当に情けない。そういった気持ちになるわけなんですよね。ね。でもですね、楽しいですよ、本当に。ただですね、街中で、とは思うんですけどもね、どうしよう、つけていこうかな、とかね、考えるわけなんですよ。そういったところがですね、ちょっと、まあ、それをですね、まあ別にですね、お構いなしに、もうつけていこうということでですね、もう使わないともったいないっていうこともございますので、そういった意味合いでね、今回はですね、ビーズを組んでですね、ちょっとお外に出てみようかなと思いまして、ちょっとね、改めましてですね、これ、あれ何だったかな、これは。ウィングロックさんですね。ウィングロックさんのイーグルをですね、こうやってね、楽しんでつけてるわけなんですよ。ねえ。ネックレスでも今、小さいのが流行ってるじゃないですか。あんま大きいものつけてる方は見かけたことがございませんので、その点ね、やっぱり気使うわけなんですよ。なんで気使わないといけないのかっていうことも自体もですね、本当にちょっとね、自分が情けない気持ちにもなりますが、でもね、やっぱりそこはですね、頑張らないといけません。本当に。もう関係ないです、本当に。もうぶっちゃけつけていったらいいんですよ。ね。もうね、それぐらいの気持ちがない限りね、やっぱりね、つけようとはしないと思います、私自身がね。そこをもう押し殺してですね。やっていかないと、やっぱりね。何かしらね、何でもそうです。仕事でも何でもそうだと思います。何事にも言えることだと思うんですけども、やっぱ挑戦していくことの方がですね、大切なのかなーということでですね、そうなんですよ。ビーズオープンでですね、久しぶりにね、ネックレスつけようと思ってですね、こうやって頑張ってつけて、ビーズを通してるわけなんですけども、結構ビーズ大変ですね。実際こうやってつけてみるの、つけてみてですね、入れてみてですね、これガッチリ入れるんでしょ、どうせガッチリ。ね。改めまして、これまた、ね、ビーズ入れてみましたら、やっぱりこの苦労、やっぱりこれ苦労するなと思いますわ、ほんと。ね。それがまた楽しみの一つでもございますので、別に苦痛ではあんまりないんですけども、ただ組み合わせがね、
組み合わせがどうしてもね、私苦手なもんでして、本当に。もうそれがなければですね、別に、ね、苦労はしないんですけどもね。そうなんですよ。でも楽しいですよね。こうやってビーズをですね、出して、つけて、入れてですね、組み合わせて、どういう風に塗っていくことがですね、やっぱ私はそちらの方がですね、やっぱり楽しみの一つだと思っておりますので、出来上がった完成。もう何でもいいんですよ、もう。なんかね、赤一色になってます、なっておりますが、本当に申し訳ございません。どんだけ赤が好きなんだっていうぐらいですね。つけてるんですけどね。で、今回ちょっと話長くなりましたが、そうですね、今回はまあビーズの、組み合わせとともにですね、ちょっと雑談事を してみました。で、まだですね、今ね、ちょっと最近ね、なかなか時間が取れなくてですね、なかなか動画もアップもできない状況なんですよ。で、またですね、私物紹介も含めてですね、何かしらね、ちょっと動画もいろんな動画をですね、挟んでいきたいと思っておりますので、何卒ですね、気軽にね、また見ていただけたら幸いなのと、ね、また応援の方もよろしくお願い申し上げます。それではですね、今回これで失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ね。だからですね、送りながらも、コメント欄もなかなかね、返信もできてない状況もございまして、頑張って動画も上げていきたいと思っておりますので、また気長に見ていただけたら幸いです。それではですね、失礼いたします。ありがとう、ちょっと待ってくださいね。ちょっと見てみましょうか、垂らしてみましょうか。どんな感じなのか、そうなんですよ。どういう風な感じになるのかって。こういうとこ甘いでしょう。こういうとこきっちりとね、入れないとダメなんでしょう。ほら、こんなとこに。いいですね。やっぱこうやってぎゅうぎゅうに入れて。若干プラビーズに見えてきてますが、実際は真っ黒です。真っ黒のビーズです。なかなかいいですね。なかなかいいのかどうかちょっとね、私もわかりませんが。そうですね。面白い形ですね。やっぱりビーズはいいですね。やっぱりいいですね。よし。私も勇気を持ってですね、イーグルをつけてですね、お外に出たいと思っております。この夏つけますよ。それでは失礼いたします。ありがとうございました。